はい、どうも、ケイジです。今日は、こちら、22のカロディア SW。まあ、番手は5000。まあ、エクストラハイギア。まあ、C5000 ですけど。で、僕が、今まで使ってた、まあ、これからも使うんですけど、こちら、スーパーライトジギングのモデルにはなるんですけど、ダイワさんの20バデル。SLJAP63MSS です。こちらの方、ジグウェイトが 20g から 80g で、まあだいたい 30g、40g、まあ 50g までですかね。ジグをしゃくるときにこれを使ってます。で、動画でも上げてるんですけど、こちらのタックルで、まあ、70センチクラスのヒラマサとか、まあ、マダイ60センチクラスのマダイ取ってるんですけど、まあ、その時にこのローターが、まあ、ボディ剛性の部分になるんですけど、これわかるかな、かなりこれローターガタガタになって、でやっぱこのリールいいんですけど、巻きのトルクが弱くて、結構もうハンドルもちょっと歪んだようになったり、やり取りしてて、ちょっとまあもうこれ本当にリールぶっ壊れるんじゃないかなっていうぐらいになって、もうちょっとガタが出だしたので、急遽こちら、まあ気持ち悪い組み合わせにはなるんですけど、シマノさんの21のアルテグラをこのダイワの20バデルに組み合わせて、最近まあここ数ヶ月ちょっと使ってたんですけど、まあこのリールフリームスよりは巻きのトルクもあるし剛性も強いんですけど、ただドラグがクソドラグです。まあこのシマノダイワっていう組み合わせがもう気持ち悪くて、なのでこのバデルには今回新しく購入したこちら、22のカルディア SW、これを組み合わせて使っていこうと思ってます。まあ、見た目も合ってるんじゃないかなと、まあ、僕的にはかっこいいなと思うんですけど、まあ、ウエイトバランスの方も、まあ、手元に重心が来る悪くないバランスだと思うんで、こちらででかい言っても、まあ、青物を取っていきたいと思います。もう一本の方が皆さんご存知ソルパラの SPXJS60M になります。で、これまあミディアムなんで、ジグウェイトの方が 80g からマックス 150g まで、僕がやってる海域、まあ山陰エリアになるんですけど、まあ 80g 以上僕あんまりジグとかしゃくったりすることないんで、まあ、このロットで 60g とか、まあ、使っても 80g ぐらいをしゃくって使ってますけど、まあ、ロットがちょっとこれやっぱコスパ最強ロットだとは思うんですけど、まあ、重量の方が結構あるのと、それで重たいジグをしゃくるって結構疲れるんで、このロットにちっちゃい魚がかかった時、まあ、ロットのパワーがちょっとありすぎて、まあ、オーバースペックかなと思ってたんで、60g のジグをしゃくるのにベストなロッドがないかなと思ってたんですけど、今回こちらソルティアドバンス、こちらの方が、今月3月に発売になって、ジグマックス 100g までなんですけど、スーパーライトジギングモデルで S66 の UL ウルトラライトになります。これが 60g ぐらいをしゃくるのにベストじゃないかなと、まあまだ使ってみてはないんですけど、ベストじゃないかなと思ってます。なんでこれでこの18のストラディック SW をつけて、これでやっていこうかなと思ってますけど、この2本立てで今年のカヤックで、まあこのカルディア SW に関しては、まあショアの方でもライトジギングするのに使っていこうと思ってますんで、まあ使ってまた使用感とかはインプレしたいなと思います。